ネイティブダンサーは、サカナクションの楽曲。2009年1月7日に、サードアルバム、シンシロからデジタルシングルとしてリリースされ、小玉雄一監督によるミュージックビデオは、2010年スペース、シャワーミュージックビデオアワーズでベストコンセプチュアルビデオ賞を受賞した。2010年、この曲は、シングル、アルクアラウンドに収録するために、 エレクトロニックミュージシャンのお礼ハラカミによってリミックスされた。これは2011年7月に彼が亡くなる前のハラカミの遺作の一つとなった。北海道に拠点を置いていたサカナクションは2枚のアルバムをビクターのサブレーベルであるベイブスターレーベルでリリースした後、サカナクションはヒップランドミュージックと所属契約を結び、2008年春に北海道から東京に移り、 ビクターのメインレーベルに加わった。アルバムは主に神奈川県川崎市にあったボーカル山口一郎のアパートのバンドメンバーによって作成され、12月、サカナクションは初の CD シングル、セントレーをリリース、それが初のビルボードトップ40リリースになった。バースコーラス形式、D キーのメジャーキーと B キーのマイナーキーで同時に、 録音されているテンポは 130bpm に設定され曲の長さは4分25秒。歌はピアノのインストゥルメンタルによる G6SUS4、B メートル7の進行で始まりアウトロがインストゥルメンタルコーダーで終わるまでバースコーラスともに一定している。歌詞は思い出を冬の花に例え恋愛を悲しげに振り返る主人公を表現している。山口が 楽曲制作においてインスピレーションを受けた被災史上ビクターエンタテインメントからの初の CD シングル新城の制作では山口は各メンバーが個別にデモ曲作成に取り組むよう依頼したそして各曲ができた後一緒に曲を録音したそしてネイティブダンサーは山口だけで手掛けた楽曲だった山口はピアノに裏打ちされたボーカルから始まり テクノポップへと発展し、スタジオとライブでパフォーマンスの違いを表現できる楽曲を作ろうとしていた。曲を作るにあたって、山口は被災市場にインスピレーションを受け、4コードピアノの導入を中心に構築した。しかし、バンドの他のメンバーはインプット不足で単に演奏を行っているだけで、山口にとってはこの歌は、サカナクションの歌ではなく、 自分自身の歌であり、山口がサカナクションを結成する前に DJ として活動していた時のようだと感じた。この曲は、新城のプロモーショントラックとして2008年月中旬からアダルトコンテンポラリーミュージックを扱うラジオ番組で放送された。全国放送では1月初旬にピークに達し、AC の中では最も成功した歌となったが、バンドの出身地である北海道では、 その時から在京キー局からの放送を行い始めた。北海道でのラジオへのリクエストとプレイ数、シングルでの販売数を調査した FM ノースウェーブの札幌ホット100では2月中旬に2週間連続3位だった。2010年にはレイハラカミによってネイティブダンサーとしてリミックスされ、バンドの次のシングルであるアルクアラウンドでリリースされた。山口は レコード店で働いている間に、彼のアルバム、ラストに出会い、原上のファンになり、サカナクションのメンバーが、シングル、アルクアラウンドでのリミックスを議論したとき、すぐに原上とのコラボを思いついた。この曲は、サカナクションのライブコンサートで頻繁に演奏され、ライブ録音はバンドによって7回リリースされている。それらは、2009年の全国ツアー、サコナックウェリアム2009。 新城札幌公演での3曲のオーディオをフィーチャーしたシングルアルクアラウンドのボーナストラック2010年5月15日の新木場スタジオコーストでのサコナックウェリアム2010期空域及び2010年10月8日の日本武道館コンサートで行われたサコナックウェリアム 2010DVD セットで2回サコナックウェリアム2011だけアメントリ ライブアット、マクハリメッセマイナスビデオアルバムのアンコール、そして、シングル、夜の踊り子の、ボーナス DVD に収録された、サコナックウェリアム2012ゼップアライブの、ゼップアライブライブアルバム、また2013年5月19日にマクハリメッセでの、サコナックウェリアム2013サカナクションでは、コンサートのためにリアレンジされた。2010年6月、また、 同年8月のファンタスティックプラスチックマシンのコンピレーションアルバムにも、八井一郎の2番目のミックステープ、新しいやつ。で、さらにアレンジされたネイティブダンサーが収録され、サカナクションのコンピレーションアルバム、懐かしい月は、新しいやつカップリングリミックスワークスでも収録された。ミュージックビデオは小玉雄一が監督を務め、振り付けは、振り付け家業やマン。 スタイリングは北沢桃久氏が担当した。なお、このチームはユニクロのユニクロックキャンペーンでの功績が認められ、2008年のカンヌ国際広告祭で3つの対象のうちの1つを獲得している。ネイティブダンサー、サカナクションミュージックビデオでは印象的な2つのメインシーンがよく取り上げられる。これは山口一郎の腰からのミドルショットと、 振付家業や万のダンサーの足のショットで、それぞれすでに生産中止となったパックスニーカー、ナイキアホース180クラークスを履いている。このビデオは2009年1月7日に YouTube で公開され、最初の13日間で4万回以上再生され、1年後には100万回以上視聴された。2009年3月に5日間にわたって、東京で開催された。 視覚芸術を祝うイベントであるクリエイティブシンポジウム2009及び2010年6月のロサンゼルス映画祭で日本のミュージックビデオにおいてのビッグのショーケースの一部として上映されスペースシャワーミュージックビデオアワーズ2010ではベストコンセプチュアルビデオ賞を受賞し監督の児玉雄一がベストビデオディレクター賞を受賞したサカナクションはネイティブダンサー以来 バッハの旋律を夜に聞いたせいです。と、さよならは、エモーションで、振付家業や、マントのコラボレーションを2回行っている。音楽出版社の音楽情報サイト、セリジャーネルは、この歌を、リズミカルなダンスチューンと呼び、そのダンス可能なリズムと、あなたへの思考から逃れられない、苦痛の気持ちを表現した歌詞の平地を称賛し、ニヒリズムに漂うノスタルジックなピアノから、 シンセサイザーの音へとどのようにこうしたか、そして秋の痛みを表現した悲しいバイオリンに感銘を受けた。タワーレコードの無料の月間音楽情報誌、バウンスも同様にこの歌のアコースティックとシンセ音の美しい融合を称賛した。エンターテイメントメディアクルチャーはネイティブダンサーを バンドの初期のシグネチャーソングの一つとして取り上げ、言葉遣いが楽しいと歌詞を高く評価した。レイハラカミによるリミックスについては、セディジャーネルは、このバージョンには、安らぎを感じる浮遊感のある軽いサウンドがあり、リミックスにはノスタルジックなものがあり、一時的だった恋愛感情を歌う曲の歌詞によく合っていると評価した。また、ケンジササキによるスコーリムリミックスを、 美しさと奇妙さは互いにねじれ、戦うが山口の歌詞に包まれていると表現した。ネイティブダンサー4時25分2019年11月には、相模鉄道が都心直通線の開通を記念して、本曲とくるりのバラの花のマッシュアップ曲を使用した動画100 years to が YouTube で公開された。このマッシュアップ曲は、 同年12月25日よりフレンドシップを通して各音楽配信サービスで配信されている。ありがとうございます。